ミスタイムさん、あのロールケーキありがとうございました。そしてこちらの方ね、ゆかりが書いてあるキッコーマンですか、これなかなか珍しいもの、ありがとうございます。まあいろいろとお取り込みだということなんで、うん、なんかその中でね、こうやって気遣っていただくの非常に嬉しく思うんですよ。で、人生には本当に思ってもみないことが次から次へと起きてきますので、計画通りにいかないことばかりなんですけども、まあでもね、やっぱり歯を食いしばって立ち向かっていかないといけないかなと。まあどん底から這い上がってきたミスター M さんなら、どんな困難もなんか男塾魂でね、ぶち抜いていけると思いますし、そうでなくてはいけませんよね。私もね、 M さんと同じように志を高く持って、自分の体も心も人生も鍛え抜いていこうかと思います。今度はメッセージありがとうございました。では、あのご無理のないようにお疲れ様です。またお会いしましょう。そうだ、一緒にライブやりましょう。またね。では失礼します。